それでは行きましょうか。ここからでしたらもうすぐです。木にもあらず、草にもあらぬ竹の世の、端に我が身は、なりぬべらなり。古今伝授の太刀、あなたにはやるべきことがわかっているはずだ。へえ。なぜそれをしない？私には彼を傷つける歌を詠むことはできない。優しいな。甘いと思いでしょう。いや、僕の知っている優しさとは違うってだけさ。僕にはあなたほどの歌は詠めない。でも僕には僕の歌がある。あなたに聞かせよう。河川兼定の歌を。細かいことは言わなくていい。攻め口を教えてくれ。我こそは野貞が一振り、河川兼定なり。必殺資本主義アタック。主のために首を差し出せ。切る。切れろ切れろ。商売上手斬り。資本主義は勝つ。地蔵幸平。そな河川兼定だ。では細川忠興の。そうだ、僕のかつての主はガラシャの夫だった。姉上、行こう。待て。河川、敵が。細かいことは言わなくていい。攻め口を教えてくれ。我こそは野貞が一振り、河川兼定なり。商売人アタック。まだまだ。さあ、支障はない。そこだ。首を差し出せ。その目気に入らないな。資本主義は勝つ。
地蔵幸平、君も気づいているはずだ。そのものはもはやガラシャであってガラシャではない。言ってくれるな地蔵。なぜ彼女。そなたたちにはわからない。それを君が決めるな。姉上に刃を向けるのであれば、そなたたちであろうと。彼女を守りたいのであれば、命がけで守るんだ。それができなくて死ぬまで後悔し続けた人、僕は知っている。地蔵。姉上、なぜ。行くぞガラシャ、愛する者のもとへ送ってやる。本陣はここか。みやびさのかけらも見当たらないね。細かいことは言わなくていい。攻め口を教えてくれ。我こそは野貞が一振り、河川兼貞なり。商売上手斬り。正気立つべし。ダメ刀なんかじゃない。その目気に入らないな。切れろ切れろ。必殺資本主義アタック。資本主義は勝つ。ガラシャは君を折ろうと思えばいつでも折れたはずだ。解放してあげたかったんだろう。この放棄された世界から君と彼女自身も。姉上。かつての主はね、深く愛していたよ、彼女のことを。それゆえに僕が生まれるようなことになってしまったんだけれど。古今伝授の太刀、散りぬべき時知りてこそ世の中の。花も花なれ、人も人なれ。僕は歌を忘れたわけじゃない。ただ読む時を選びたいだけなんだ。地蔵のことを頼みます。あなたは。この世界の後始末をせねばなりません。わかった。本丸で会おう。必ずだ。ええ。これもまた因果。地蔵幸平、この恩に報いるため。